もう一つ裏をついてくる。これはラインは割っていない、インプレーだ。ゴール前、シンだ。11番のシン、戻して柳のシュート。 YCC 横浜2点目。右から崩して中でためを作って、最後はまた右にいた柳裕太郎。攻撃力が持ち味である YSCC 横浜がその魅力、持ち味をこのゲームの立ち上がり存分に見せつけています。芯が落ち着いていました。自分で打つよりも10番の柳に出した方が確率が高い、そう判断したんでしょう。